私、京橋消防団3分団の申します。新川の方から参りました7分団、第7分団の高橋です。4分団の東京消防団災害地震ボランティアの佐藤、大岡女性の会のと申します。今日よろしくお願いいたします。吟味会のよろしくお願いいたします。この後9時30分まで、防災に対する事前の説明をさせていただきます。で、9時29分になりますと、祇園の地震のゴーという音が流れます。想定でですね、マグニチュード 7.3 震度6強ということでやらせていただきます。で、1分後に火災が発生するという想定でございます。皆様がこれから地震に起きた時に、例えば事業所といったところで多くの人の前で、地震を防ぐ場合です、地震から身を防ぐ場合ですね、皆様が指導していただきたいということなんですね。で、誰も何にもやりませんと非常にパニックが起きます。そうすると、地震とは関係なくですね、人が将棋倒しになったりして怪我をしたりする場合があります。ですので、まず間違ってもいいですから指示をしていただきたい。両膝をついていただいて頭を守ってください。で、頭を守るんですけども、右手を下にしてこういった状況で守ってください。あと、この安全ピンを抜きますのでね、この安全ピンを必ず抜いてやりますので、あとは握っていただければ水が出るようになって、消火器が出るようになっております。30名程度の方に今三角巾配らせていただきました。このままですとですね、非常に腕によろしいですか、はい、腕にですね、固定止血をしたりする場合とかに非常に有効に使います。広げてもらう、横通りにしていただくと、今度はですね、膝の方ですね、膝、大きな関節とかなどへの固定ということで、使用ができるんですね。名の通り三角巾になりますね。三角巾になりまして、このように固定を腕をつる、この三角の端を肘に当てていただいて、で、このように後ろを回す。そうすると腕をつることができます。軍手をつけてると滑ります。必ず軍手を外してください。で、皆がですね、同じ向きになって、基本は4人でやります。持って、せーので、はい、上げます。それで向かい合ってください。で、補助の方が1人ついていただいて、補助お願いいたします。それで向きを変える場合は必ず、向きを変える場合はですね、補助の人がついて、はい、補助に持っていただいて、それでこう変えます。非常に重いですし危険ですので、必ず補助の人の合図があった後に、やります。それを一つ覚えておいてください。それから方向としては、足の方を進みます。足の方が進行方向になります。階段を上るときは頭が進行方向になります。降りるときは足が進行、これがポイントです。ボタン上げます。大丈夫、はい、でその時に担架をグッと送り込む、寄せます。こういう形が入りますけど、はい、すいません、皆さん、この標識ご存知ですね。消火栓、この標識があるふもとですね、ここ八瀬戸市書いてあるところに、大体消火栓が丸いものだったり四角い表示っていうのがあります。マンホールがあります。除湿消火、非常に有効とされる消火器、もちろん消火器有効ですけれども、これスタンドパイプといいまして、消火栓に直接接続できるもの。この消火栓ですね、専用の鍵があります。これは中央区の、町会、自治会、それぞれですね、順次中央区から予算を取ってですね、配送をしていただいています。あと消防団、消防署ももちろんですね、保有しているものですね。で、これを開けます。開けて、で、このような形のものが入っています。そこにガチャッと接続するだけです。接続しますね。これをもう入れればおしまいです。入れればおしまいで、これ抜けないかしっかりと確認してもらいます。ホースをまたカチャッと接続する。で、このホースが1本20メートルあるんですね。これは消防団、消防署が使用しています65メートル、ちょっと太いホースですので、かなり圧といいますか、反動力というのが
出力出ます。でも住民の方に配っているのは40ミリというちょっと細めのホースが。でこれ20メートル先ですね。よく消防隊が持ってる先。これもただワンタッチです。接続して、で今度はその消火栓の中の蛇口みたいなものですね。専用の金具があります。この四角い金具を差し込んで回せば、もうこれで放水ができると。で1分間に100リットル。1分間に100リットルって難しいですよね。お風呂ですと大体2分弱で溜まるっていうので、ご自宅のお風呂だと約2分弱で水がいっぱいになる。それぐらいの放水量が出ます。ね、こういうものが順次配置に、各町会、自治体、あとは、まあ、団体ですね、配置になっておりますので、ぜひ有効に活用していただければと思います。